こんにちは。すすきの二代社長青チャンネルのお時間です。よろしくお願いします。お願いします。めちゃくちゃ寒い。寒いですね今日。今日はですね、はい、ぜひご紹介したい店舗がありまして撮影させてもらってます、はい、なんとAPR のお店の中で久しぶりの営業再開。こちらスズランビルにある、なかなかコロナ禍で休業してから3年以上休んでたお店、営業再開したんでご紹介していきたいと思います。36号線にあるスズランビルを入ったら地下1階にあるお店です。あ、地下なんですね。ちょっと隠れ家っぽいんですよ、だから空気が、はい、あ、本当だ。めちゃくちゃちょっと照明も暗いんで、はい、お足元お気をつけて歩いてください。はい、行きましょう。階段を降りたら一番目立つのがまずこの日本酒の豊富さ。すごいこう日本酒を売りにしたお店なんで、はい、行きましょう。はい、かっこよくない？ドリンクカウンターもおしゃれでしょ。雰囲気出てますね。雰囲気出てる。そういうおしゃれな店内だから和×モダンみたいな。あ、確かにそうですね。そうそうそう、和モダンみたいな。うちの会社がやってるザ・ニッカバーっていう、はい、ニッカウイスキーをテーマにしたお店さんとかをデザインしてくださった会社さんがやってくれたこの和食店なんですよ。あ、そうなんですか。アトリエ天馬さんっていう、はい、長谷川社長ありがとうございます。忖度しましたここでドリンク作って、基本的にはまあ個室が多いんでね、はい、まあ個室で今日は撮影していきたいと思いますんで、はい、行きましょう。お願いします。はい、どうぞ。すっごい僕お気に入りの個室で今撮影します。めちゃ雰囲気やっぱりいいですね。小さい個室なんですけど、はい、このなかなかというお店自体は人数様に合わせてですけども8個ぐらい個室があるんですよ。少ない人数だったり最大で30名様ほど一気に団体様をご案内できる個室もあるお店さんなんで、すごいね、こう使い勝手が幅広いですよね。2020年にコロナが始まってから、はい、こう1回休業したんですよ。だけどちょっとこう再開したりしながら、コロナがそうそうこうすぐには終わらないと思ったんで、2020年の11月が最後の営業だったの。一応APR という会社自体はですね、30店舗ほど約すすきのでやってまして、最後の最後の再開がこのなかなか、ほんとつい最近3月の6日に営業再開。おめでとうございます。いや長かった、これほんと長かった。営業再開する決め手となったことって何かあるんですか？はい、コロナ禍でこうなかなか人材とかが揃えきれなかった部分が少しだけこう整ってきたっていうのが一番のきっかけ、はい、と同時にもうなかなかいつ再開するの、なかなかいつ再開するのっていうお客様の声もすっごい多いお店だったの。このお店がねオープンしたのは2003年にオープンだから約20年前。あ、そうなんですね。めちゃくちゃ歴史あるでしょ。歴史ありますね。なのでなかなかいつ再開するのってこう言ってくれてたお客様が、まあ3年ぐらい続くとさ、もうなかなかはもうなくなったみたいな感じになっちゃうでしょ。あ、僕らはもちろんこう営業再開したくてもできなかった理由がもちろんあって、ようやく再開できましたっていうのが今回のこの動画のね一番のメッセージ。いやー、おめでとうございます。本当にいやー感慨深い。基本的にこう国の法律とかも変わって、今店内でタバコを吸いながらこうお過ごしいただけるお店ってすごい多くない？あんまり最近は見ないですよね。見ない。なんとこのなかなかですね、タバコ吸えます。そうなんですか。だからね、お酒飲みながらねタバコ吸う方って多いじゃないですか、やっぱり、はい、今でも。なんでそういう方には大変貴重にこう思っていただけるようなお店なんじゃないかなと思って、今日収録してます。いや、なんせね、この久しぶりに来ましたけど落ち着く大人な空気感があるお店ですよね。すすきのガヤガヤしてたじゃないですか。で、してた、はい、さっきも階段で下っただけで空気感が変わるというか落ち着きますよね。せっかくなんでどんな料理とかどれぐらいのご予算なのかっていうのを実際食べながら紹介していければなと思います。現在再開したばっかりなので、基本的には宴会コースご予約のみのお客様をこうご案内しているというお店になります。はい、はい、飲み放題というのがついてですね、こう8000円とか1万円みたいな価格帯のお店、今日は飲み放題込み8000以上の宴会には必ずついてくるお寿司をちょっと食べながらご紹介していきたいと思います。こういう感じで5貫、お食事として最後の方にメインで出る感じ。時期とかによっても結構宴会の内容は変わるんですけど、なんかイメージで言うと前菜があってお刺身があって一応焼き物があるんですけど、この焼き物を一応このなかなかはこうキンキ、北海道といえばキンキでしょ。あー、すごいいいですね。
なのでこのキンキっていうものをこう煮たり焼いたりこうご提供できればなみたいなところがありながら、お魚だけじゃなくてお肉のこう焼き物もこうご提供すると。そしてお食事にはこうお寿司があって汁物があってデザートがあるみたいな、北海道の美味しい食べ物を食べたかったら、そう、もう本当におすすめっていう感じですね。そうで、この料理とかコースももちろんおすすめなんですけど、何よりもやっぱりさっきから言ってるようなこの隠れ家感だったりとか、こう和モダンな感じ、やっぱおしゃれっていう、男女で来ても結構こう恥ずかしくないというか、はい、格好がつくようなお店。やっぱりこの個室もこの後ろの間接照明がちょっとしたバーみたいな雰囲気だったり、いい感じ。漏れてる？漏れてます食べていいですか？はい、はい、いただきます。すごい豪華ですね。豪華、これコースについてくると嬉しいですね。嬉しい。いただきます。中トロ。あ、美味しそう。うん、贅沢ですね。このお店本当に再開する前長かった。うん、もうね今噛み締めたこの中トロと一緒に、はい、ずっと再開したかったから、うんうん、今日こうやってこうこの動画を撮ってること自体もめちゃくちゃ嬉しい。念願ですね。念願だって、このね2020年の11月が最後の営業でしたよ。はい、青チャンネルやってなかったですよ。コロナを経て全店舗再開できたっていうことが今年2024年の目標だったんでね。はい、うん、まだまだこれからすすきのやりたいこともありますけど、地に足つけてこうなんかやっていきたいなっていうのが今2代目社長として感じることですね。なかなかの新店長、星さんに来ていただきました。はい、星店長よろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。この3年半ぐらいの休業を経て、はい、久しぶりに再会してみて、お客様の反応ってどんな感じですか？まず、うん、待ってたっていう感じのお客さん本当多かったです。あ、そうなんだ。本当にそうなんだ。はい、実際今日来ていただいたお客様でもすごい入ってたね今日。もう以前その4年前とかにはよく使ってたんだよって僕に言ってくれたお客さんとか、正直僕も人気のあるお店だっていうのは前から分かっていたんですけど、もちろんなかなか人気のお店なのよ。それは分かってたんですけど、自分たちにも変だけどね。やってみて本当にそれ実感しました。本当多いですその声。いや嬉しいっすねこれからどんな風にこうしていきたいですか、店長として。今まだちょっとコース料理限定という形でやってますんで、ね、残念だからね、リハビリ中だから。そうですね、お客様としてもやっぱり単品の欲はあるんですよね。やっぱある、正直あるんで。そうなの。あ、いいねいいね、そういう声あるんで、もう一日も早くそこにたどり着きたいんですけども、まあ、今はまず準備運動というかいう感じで屈伸してます ね、 そうですね、はい、いつぐらいからできればいいですかね、僕らこうお客様のご要望に添えるようにフリーの単品。夏にはやりたいです、ね、夏には観光の方がこうフラッと来てもこう北のこう食材料理を楽しんでもらえる、ね、なかなかで荒れたらいいですね。そうですね、はい、ということでですね、本日はあの APR グループとしてですね、飲食店最後にこう再開させたコロナ禍3年半ぶりにオープンしているなかなかというお店をご紹介させていただきました。ぜひですね、あの今回の動画を見ていただき、なかなかまだ行ったことないよとか、なかなか再開したのか、そんなお客様はですね、店長の星宛に電話していただければ、青チャンネル見たでですね、ちょっとだけ美味しいお酒が出てくるかもしれないと。基本的には20種類以上の日本酒があるんですけど、裏には星店長の隠し酒もあります。日本酒好きな方とか、こう本当に落ち着いた雰囲気でね、ゆっくり会話を楽しみたい、そんなお客様に来ていただきたいお店でございます。はい、ということで今週も最後まで青チャンネルご視聴いただきありがとうございました。待ってます。チャンネル登録お願いします。